はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回はメタファーの方を120時間ほどプレイして完全攻略が終わりましたので、エンドコンテンツについての感想だけ追加で話したいと思います。実績コンプリートを終わらせ、2周目限定の最大難易度キングオブキングスで裏ボスの討伐まで完了しました。今回は2周目の解禁要素エンドコンテンツについてのみ感想の補足として追加で語ります。作品評価自体は1周目クリア後の感想で確定していますので、評価の変更やすでに語った事項について再度語ることはしません。もともと2周目の解禁要素の概要をある程度確認した時点で相当ゴミカスだろうなと判断し、1周目の感想の時点でほぼ1周完結型ですと宣言し、すでに2周目の解禁要素の減少分を最大値で引いた状態で1周目の感想としてギリ両ゲーと出しています。だいぶこの2周目要素を低く予想はしていましたが、実際に行ってみるとこの2周目の解禁要素本当に価値がありません。はっきり言いましょう。 FF16 の2周目以上にメタファーの2周目はゴミっす。ではゴミの詳細についてやっていきたいと思います。まず2周目以後 NG プラスと呼称しますの実態ですが、 NG プラス解禁要素としてキングオブキングス以後キンキンと呼称しますという最大難易度の追加、 NG プラス限定で戦える目視録ボスが1体だけ追加、 NG プラスの際に1周目のデータを強制的に引き継ぎとなります。この段階で真っ当な感性を持っている方ならば強制引き継ぎなので、引き継いだデータ前提で最大難易度であるキンキンのバランス調整はやっているんだろうなと思うことでしょう。キンキンの2周目限定にする意味がないです。バランス調整全くしてないです。これ意味を見出すならば、小出しにすることによってプレハラ目的で導入したとしか考えられません。なぜかというと、まずバランス調整ですが、これは1周目ハード相当で弱点特攻した時とクリティカルを与えた時にダメージの係数に補正が入っているだけです。要は弱突するかクリを出すとダメージが上がる、これだけでしかありません。その上で引き継いだ終盤の最強装備の上昇分というものは何も調整されていないので、ぶっちゃけ最強装備をつけて弱点である耐性を消すだけで1周目のハードやノーマル以上に非ダメージの割合がぐっと下がるため難易度がくっそ低いです。ほぼ脳死レベルで無双しながら進めることができます。キンキンの全ボス瞬殺無双動画をサンプルとして出してありますので、気になる方はそちらをご覧ください。次に NG プラス限定のボスなのですが、これもクソ雑魚なめくじ仕様です。キンキンでワンターンキルまで終わらせましたが、圧倒的に達成難度が低いです。かなり優しめであったソウルハッカーズ2の最大難易度のラスボスをワンターンキルするよりさらに楽です。まずプレスターン制なのにプレスを4増加させることができる料理、これが作れます。これを引き継げます。専用アーキタイプのプリンス君の英雄の叫びと同じ効果ですが、このチート料理に関しては使用回数に制限がありません。そしてクソザコナメクジ君はプレスターンを増加させる行動をしても咎めてくることはありません。結果一番簡単な回答は至高の一さじというプレス増加料理をドカ食いするだけで
バカでも倒せるクソザコナメクジ君です。ならば使わなければいいじゃんとおっしゃる方もいると思います。安心してください。思考の人たち未使用、それどころか他に有用な消費アイテムの数々がありますが、アイテム未使用ですらキンキンのクソザコナメクジ君はかなり楽にワンターンキルができてしまいました。こちらもエビデンスとして動画を上げてみますので、うっそだと思う方はご覧になってください。1周目の難易度や調整に比べると、この NG プラス限定のキンキンはガチでゴミです。というかどう考えても1周目ハードの事故率がアップしただけの仕様ですので、これもともと1周目から選べる難易度だったものを2周目限定と煽ってプレハラ用にスライドしただけでまず間違いないでしょう。これ仮にプレハラ用だったとしても1周目のデータの引き継ぎが不可で新規データから開始しなければいけないという状態であれば、最低限2周目用という体をなしていたんですが、強制的にデータ引き継ぎからの解放なので、ガチで何も考えていないプレハラ用である蓋然性が極めて高いです。1周目の感想動画のコスパの項目で語ったように、98% の要素は1周完結型で体験できるだろうと述べました。あえて点数にするならば、 NG プラスの価値を100点中2点ぐらいの価値しかないだろうと想定しているよということを示唆していました。ですので NG プラスがゴミだったとしても2点程度の減点にしかならず、なおかつすでに2点分マイナスした状態でクリア後感想を上げていますので、全体評価がギリ良ゲー、ここから下がることはありません。ただ NG プラスの UX に関しては超最悪です。映画ショーシャンクの空の主人公は脱獄からの希望へと向かって地獄のような下水を張って進みましたが、メタファーの NG プラスの UX は出口に絶望しかないと分かっていながら地獄のような下水を張って進むようなものです。最後に NG プラスを完遂した先達からのアドバイスを残して終わりたいと思います。メタファーを神ゲーと評価した人や、そこに NG プラスの解禁要素があるならばやらねばならぬというタイプのゲーマー以外は NG プラスをやって得るものはほとんどありませんので、おい、この NG プラスは地獄だぞ、やめておけという言葉だけを残して終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。